はい、皆さんこんにちは、山岡ビリッピーです。今日は東南大学の魅力をお届けいたします。三金交流のコウですね。僕関東出身なんでね、東南大学という存在っていうかイメージすら全然なかったんですけど、まあ、今回調べてみてですね、非常にこう魅力的な大学だということが分かりました。サブさんはもうそもそもなんとなくイメージあった感じですか？そうですね、リッチなというかおしゃれな感じなんですね。あったんですね、イメージが。イメージはね、ありますよ。じゃあ、 まあ今回調べてさらに深まったという感じですよ。はい、そうです。じゃあ参りましょう。はい、今日はですね、東南大学の魅力ということで、いろんな魅力あるんですけども、一つ非常に気になった学部、マネジメント創造学部という学部が非常にこう東南大学の魅力だなと感じたので、そこの紹介をしていきたいと思います。おー、はい、キューブ、通称キューブと呼ばれてるんですけども、まあ、マネジメントなんとか学部っていうのはね、まあ、よく聞くというか。そうですね。このマネジメント創造学部も2009年にできて、まあ割と新しめなんですよ。あ、そうなの。10年、10年ちょっとぐらい。はいはい。まあ、結構ね、じゃあ最近できたマネジメントなんとか学部だから、まあ、ありがちなんじゃないみたいなことね、結構みんな思うかもしれないんですけど、うん、知名度はそれほどないかもなんだけど、これめちゃめちゃすごい学部なので、今日はね、東南大学の魅力として紹介していきたいと思います。はい、サブタイトルはこちら、キューで何を創造するかということで、ね、気になります、はい、気になるんだよ、ね。まあ、マネジメント創造学部、カテゴリー的には経営学部とか商学部みたいな感じで、はい、マネジメントを創造するってことなんで、社会問題とかね、まあ、例えば環境問題とか、まあ、社会で起こっていることを経営とか経済とか商学系の知識というか、そういうことをもとにこう解決方法をですね、考えたり学んでいく学部なんですよ。まあでもそういうのって結構ね、あるっちゃあるんですけど、うん、このキューブが非常に面白い取り組みをいろいろしていて、はい、その特徴的なものをちょっと紹介したいと思います。おー、なんだなんだ。で、2009年キューブができた年ですね、できた年にやっていたこととして、こういうことがありました。学長とケーキの人、あ、まあ、こういうことがありました、はい。まあ、上から紹介していくと、これは高校で校長先生みたいな人ですね、校長先生みたいな人とケーキを囲んで、はい、少人数で学長とケーキを食べながら意見交換というかですね。面白そう。こういうことあるよみたいな、こういうこと困ってないみたいなとか、いや学長こういうことしましょうよみたいな。で、普通に高校生とか、じゃあ校長先生とか教頭先生と一緒にご飯食べるとかないじゃないですか。ないっすね。じゃあそういう感じですよね。で、2個目が授業優勝チームのフランス料理するコース。これどういうことかというと、はい、キューブって結構その自分たちで調べて発表していくみたいな授業が非常に多いんですけど、いいすね。はい、まあ、それの大会というかですね、学校の中でコンテストみたいなのがあるんですよ。はいはい、でそれの優勝チームはなんとケーキを一緒に食べた学長が自ら自腹を払ってフランス料理フルコースを振る舞ってくる、はい、でしかもそうホテルとかを貸し切って、でしかもその参加する人はみんなフランス料理の食べ方とかの講座も学んで、かつドレスコードちゃんと男の子はビシッとスーツ決めて、女の子もドレスとか着て参加するフランス料理のフルコース。しかもこれ学長自腹ですから、マジで十数万かかるとか書いてある。そうですよね、ゴチになりますね、よく見るやつですね。そうそうそう、金額的にはね、ああいうのをやってくれる。マジか。そんなみんながこう勉強に、ね、こう熱が入るように学長自ら自腹を払ってやってくれたりとか、あとやっぱ江南大学って、まあ結構その関西ではブランドというかですね、まあ、有名な大学なんで、やっぱ社長さんになった方とかいらっしゃるんですよね、はい、でそういう OB にお願いして、まあ、随行秘書というかカバ持ち、よく就活とかで OB 訪問とかはあると思うんですけど、やっぱそういうのって普通の、ね、社員さんじゃないですか、ね、そうです、働く OB が働いてる会社に行くで もう社長に同行させてもらうということをしていたり、あと最後コロンビア大学って言って、あのアメリカのめちゃめちゃ有名な大学があるんですけど、大統領のオバマさんが出たコロンビア大学があるんですけど、はい、そこで働かせてもらえたりとかですね、パイプがあるんだ、そう、まあ、そういうのがあったりとか、普通の大学ではとてもできないようなことを、まあ、キューブはやってるんです。でこういうことをやってるんで非常に面白いという、2009年にできたんですけど、もう学びの成果がですね早速こう現れていて、はい、ちょっと紹介したいと思います、はい、それが何かというとですね、もう就職率がもう抜群で、まあ、2015年のこれデータなんですけど、なんと就職率が全国に近畿圏では1位なんですよね。で、まあ、その学部別、はい、経営学部とか商学部っていうまあカテゴリー、まあ、だからマネジメント創造のカテゴリーですよね。そこの学部の別ランキングでは全国2位で、近畿ではもう1位だった。でこれすごいのが、2015年ということは2009年にできたんで2期生とか3期生なんですよね、はいはい、だから全然卒業生とかがいない状況なのに、だからもうその面接する人がその OB の全然パイプとかないけど、なんかこの人すごいねみたいな、うちの会社に入れようよっていうことで取ってくれて全国に、だからもう相当素晴らしい人材が育っているというのが、まあ、この就職率で結構分かっています。
まあ後でちょっと紹介するんですけど、このキューブっていうのは単なるその知識だけを身につけるんじゃなくて、社会で生きるような内面的な変化をすごく大切にしていて、はいはい、だからですね、大学生とかになるとみんな結構お客さんとか来ても挨拶しなかったりとか、はい、そういうのも結構あったりするんですけど、はい、まあ他の大学の人が来たりするともうみんなこう挨拶するから、うん、来た人みんな挨拶するっていいですねみたいな、とか大学生とかって結構その容量がいい人がうまくやってて、ノートとかを全然取ってなくてテストの直前に友達のねノート見せてもらって、それで勉強したら成績取れちゃうみたいなこと結構あるんですよね。でそうすると真面目にやってる人が結構バカを見たりするんですけど、キューブってなかなかそういうのができないシステムにもなっていて、でかつ勉強を一生懸命やる人が本当により評価されるような、ちゃんとやってる人が評価されるようなシステムになってるんですよ。だから頑張ってる学生がすごく報われるような学校になっていて、はいはい、だから私も頑張れば未来を変えられるというか、努力すれば何でもできるんだっていうような学生がね、そういうことに気づけるようなシステムになってますね。へえ。で続いてですね、じゃあ何がねそんなに違うのかとっていうと、まあいろいろあるんですけども、じゃあちょっと簡単に紹介しておきます。はい、キューブが力を入れてることとして、こう普通大学の授業って基本的に先生がいて一方的にね数学とか社会とかね、そういうことをこう教えていく、で講義形式じゃないですか基本的には、うんうん、今までの小学校とか中学校高校の授業って全部そうですよね。学校の先生とか塾の先生とか全部喋って、それをノートでまとめて覚えて、うん、テストで点を取るみたいな、はい、でもそういう授業も廃止して、みんな少人数のグループを作って、例えばこういうテーマがあります、はい、じゃあそれをどうやって解決しようみたいな、はい、お互いこうディベートし合いながら自分で調べて発表してっていうのを、もう1年生のうちからひたすらそれを繰り返してやっていきます。それだよね、それいいよね。そう絶対結構そのゼミでそういうのやったりするけど、でもゼミってその4年生でちょこっとやるだけなんですけど、キューブは1年生のうちから、もしかもそういう授業ばっかりなんですよ。マジか、行きたい行きたい。例えば社会問題とかあった時に、普通は授業でこれが解決策だよとか、こういう問題があるねっていうので終わっちゃうんですけど、それを学生同士がみんなこうどうするどうするみたいなでやっていくから、もうみんなすごい勉強熱心で、はい、自習室があるんですけど、自習室最初9時までしか空いてなかったんですよ、夜の大学の図書館みたいなとか。でも、はい、もう9時じゃ足りないよみたいな、もっと勉強したいみたいな子が現れて、はい、たくさん現れるから、なんとあの夜11時まで開けてくれるようになったと。すごいね、その勉学に対する熱量によって時間が伸びたとか聞いたことない、聞いたことないよね、それね、聞いたことないよね。大学の図書館とかね、夜行ったら大体みんな寝てんのにさ、だからでもみんなもっとやりたいよってことで、そういう自習室がより延長されたりとか。へー、うん、まあ、あとはやっぱ英語教育ですよね、まあうんうん、でもただそれも英語教育もただ高校の授業みたいに読んで訳してじゃなくて、英語でレポートとか英語でディスカッションして、うん、英語で調べて英語でまとめて英語で発表みたいな、もうひたすらこう英語実践的に使えるようにやっていくことなんですよね。いいじゃん、そういいじゃないですか、いいじゃんね。だからもう希望者はその1年間アメリカの大学に留学できたりとかできるし、まあ、だからそういう流れもあって、あのコロンビア大学とかのタイプもあるんで、すごい本当に頑張りたいという人はもうレベルの高いところでも学べたりするような施設とかですね、環境になっている。近いよ、行きたいよね、もう行きたい、俺も行きたくなった。いや行きたい行きたい、これが学びだよね、これが。そうそう、いや自分がなんかレベルアップする4年間が見えるもんね。そうだよね、江南大学って兵庫県にメインがありますけど、わざわざその噂を聞きつけても千葉県から受けに来る人がいたりとか。おー、そうなんだ。あとその偏差値がもっと高いところが受かってんだけど、いやもう私はキューブで学びたいって言って受ける人入ってくるみたいとか。そう、やっぱ知ってる人はやっぱ入ってくるんだね。ここで私がこう変わっていけるということで、すごくこう人が集まってくるような今状況に少しずつなってます。なるほどっすね。あと非常に面白いのが、人作りってのを同じぐらい大事にしていて、単にその知識だけを身につけて大学卒業させるんじゃなくて、自分らしい生き方ができるようになったりとか、はい、困ってる人に手を差し伸べられるような気遣いができる人になってほしいっていうことを初代の学部長さんがかなり強調されてるんです。だから単にその知識的に何か問題を解決するようなものが手に入るだけではなくて、社会で生きるような考え方とか、また本当にこう困ってる人に手を差し伸べられるような人間性が備わっていく、備わっていけるように力を入れているみたいなんですよ。全部揃ったね。でもみんな給料受けろみたいな。もう俺も行きたくなってきたみたいな。じゃあ。
これね、なんでこんなに違うのみたいな。マネジメントなんとか学部とかいっぱいあるし、最近できた学部って結構多いのに、なんでこんな違うのっていうと、キューブができたいきさつを見てみると、もうそもそもの違いが分かってくるんですよ。目指してるところが違うんですよ。まあ、大学のホームページを見たらもっとすごいいっぱい出てるんで、あの皆さんぜひちょっとチェックしてもらえたらと思うんですけど、ポイントとなるところだけ、ちょっと紹介します、はい、初代の学部長、ケーキを一緒に食べようとした学部長の佐藤さんって方がいらっしゃるんですけど、その人がホームページでこんなことを語っています。はい、なぜね、江南大学にとってキューブを作ることが必要だったのでしょうかってことをその佐藤さんにお聞きしたところ、正確に言うと江南大学にとってではなく日本にとって必要だ、大学教育を根本的に考え直すべき時期に来ていたんです。今は若い人たちが自分の未来に希望を持てる世の中になっていないと。日本の未来を変えるためには教育を変えないとダメだと。だからこのキューブは日本の未来を変えていく人材を育てることを目的にしたプロジェクトとして始まりました。さあもう熱量そうただ単になんか人を集めようとかそういうレベルじゃないですか。江南大学じゃなくても日本に必要なんだと。いや本当でもそうだと思います。あのもう見てる世界がですね、そもそもやっぱ違うんですよね。そうですね、まあ、大学教育根本的に考え直すべき時期に来ていたのです。まさにそうですよね。で、学びに対する姿勢を根本的に変えてくれるような取り組みだなっていうのはすごい感じました。はい、作るにあたってはかなりいろんなところに逆に反対を受けたらしいんだよね。そんな授業とか聞いたことないぞみたいな。ああ今までない取り組みですからね。そうそう、はい、でもまあこの佐藤さんはじめそういうメインで動いた人はもうそんなこと関係ない、日本を変えていかないといけないんです。いややっぱその転換点作る人ってね、やっぱそういう精神の持ち主だよね。非常にその佐藤さんがいろんなことを大切にしてるんですけど、このキューブでいろんなことを学んでいってほしいけれども、で学生にやっぱ一番こう何を学んでほしいのかっていうことを、まあいろいろあるんでしょうけども、強調してね話していたことがあったんですね。それをちょっと抜粋して紹介したいと思います。はい、それは何かというと、未来を変えられるっていうのを伝えたいと思います。で、何か自分の夢があった時に自分の夢に近づくために自分を律して今日の努力を惜しまない、そんな学生に育ってほしいと思っています。はい、能力なんて最初からそんなに差があるわけじゃないんです。初めからサッカーが上手い人なんていない。だんだんと差がついてくるだけだから、最初から諦めないことです。いやおっしゃる通りです。本当にかっけえなんだよ。でもね、実際高校生とかってでも自分の夢とかやりたいことが見つからないって人も、まあ、多いと思うんですけど、はい、でもキューブは、まあ、そういう人もぜひ来てくれと、で一緒に見つけていこうぜと、うん、結局その大切なのはそういう夢とか何かこう新しいことを学ぼうってなった時に、今までのその教育、受け身の教育だと自分の夢をいくら見つけたり自分のその何か学びたいことがあっても受け身だといつまで経っても解決できないし、未来って変えられないんですよね。うん、でもキューブで何か問題があったりとか夢があった時に自分たちで考えて自分たちで本当にその解決していくっていうことを身につけておくと、何か夢とか目標が見つかった時にそれを成し遂げることができるっていうことで、キューブでは未来は変えられるっていうことをぜひね、あの学生に学んでいって卒業していってもらいたいということで運営されているみたいです。いや、ちょっと大事なその素質を4年間で培ってねっていうことなんだ。そうなんです。いやもう、はい、あのちょっと来年受験させていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、あの受験生の皆さん、はい、あの私たちお願いしますので、ぜひともよろしくお願いします。なんで、はい、マネジメント創造学部キューブ、サブタイトルがですね、キューブで何を創造するかということで話したんですけども、最後まとめます。はい、たくさんの知識を得た自分とか、英語が話せるようになる自分とか、はい、もちろんそういう自分を創造することも、それも魅力なんですけれども、キューブで創造すること、諦めない自分、自分の未来は変えられると行動する自分、そんな自分を想像したい人は江南大学マネジメント創造学部キューブに行きましょう。はい、ぜひとも皆さん願書書き忘れないようにしてくださいということで、本日はマネジメント創造学部アンバサダーであるサムさんからご紹介いただきました。ありがとうございます。はい、江南大学キューブを受けたいと思った方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。高評価ボタンもよろしくお願いいたします。今日はこれで終わりだと思います。いや非常にあの行きたいですね。江南大学の魅力、江南大学のもう一つの魅力、これは君が通う大学だということでございます。で、僕は
からこうキューブのね話をしましたけど、でキューブに行けばもちろん自分が変わりやすいことはあると思うんですけど、でも結局どこの環境に行ってもやっぱその環境とか未来を変えていくのは結局はやっぱ自分自身だと思うんで、はい、江南大学に行こうと、まあ極論ねどこの大学に行こうと、もう自分が通う自分の未来は自分でしか作れないから、ぜひねその大学がまた自分の人生が本当にこう魅力的な人生になるように頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、ぜひとも江南大学に皆さんお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ここの大学ぜひとも取り上げてくれっていうのありましたらコメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。はい、はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。